宮城県塩釜市の幼稚園。入り口にはパドマ幼稚園仮園舎と記されています。9月に入っても残暑が厳しい日が続く中、ここに通うおよそ80人の園児が水遊びを楽しみました。黄色い歓声が園内に響き渡ります。熊谷七重さん、祖父、父親の後継者として今年の4月から園長を務めています。熊谷さんはかつて自身の子育ての経験も含めて子供と向き合うことがあまり得意ではなかったと話します。もう小さい時にもう幼稚園が大嫌いだったんですよ。でもう幼稚園に行きたくなくて、年長さんの時に受け持ってくれた新任の先生がすごく優しくて、できなくてもいいから楽しく来てねってこう言ってくださる先生だったんですね。でも私幼稚園が大好きになって、でその先生もすごく大好きになって、それで幼稚園の先生をこう目指してやってきたんですけど、出産してこう育児をしてみたら、幼稚園で見てる子どもと自分が育てる子どもって全然違うんだなっていう、本当に孤独感で子育てはもう辛い悲しいしかなくって、もう家にこう閉じこもって誰とも話さない、大人とは話さないっていう生活をしてて、やっぱ一歩外に出る勇気っていうか、幼稚園がそういう子育てをしているお母さんたちが集まって大人同士が話せる場所になったらいいなっていうのが最初で、で未就園児クラスを開いて、で赤ちゃんクラスを開いて、今はママカフェっていうのも始めた感じなんですね。園長になった直後、老朽化した園舎の建て替えと子ども園の開設を決意。0歳児や1歳、2歳児を預かる新たなスタートラインに立つチャレンジを決めました。今はやっぱり地域の中にどういうふうに入っていくかっていう、地域とどうやってこう子育てを盛り上げていくか、子育てしやすい町にしていくかっていうのが課題かなっていうふうに、大きな、本当は大きな課題なんですけどと思ってます、子どもたちはその瞬間を生き、輝き、全力で楽しんでいます。そして満足をして帰っていく、素敵な生き方を感じてもらう歩みが始まります。楽しかったと思える毎日が。幼稚園からまず違うところに幼稚園がそのまま移ってくるっていう経験は今までもなかったので、お母さんたちへの対応だったりとか、子どもたちをどういうふうにしてこっちの医者でも楽しく過ごせるかっていうところを考えていくのがすごく大変だったなっていうのと、先生たちが私たちには保育ができないかもしれないとか、こう目指すものの期待に応えられないかもしれないっていうこと で辞めてしまう先生もいるかなって実はこう思ったりもしてて、本当に話し合って一個一個こう乗り越えていく中で先生たちの絆もすごく深まって、でこっちに来てみたら子どもたちも本当に環境に慣れるのが早くって、馴染むのも早いし、こっちに来たらこっちに来たでの楽しみをたくさん見つけてくれて、こう人って環境が変わっても大丈夫なんだなっていう、こうなんかあそこに来たらそこの場で楽しいことを見つけて子どもたちは遊ぶことができるんだなっていうのがすごく勉強になりました。0、1、2歳児が入ってくることで先生たちがすごく多くなるので、子どもたちも朝7時から夜の7時までっていう長い時間になって、その保育時間が標準時間が11時間っていうふうに長くなるんですね。で幼稚園の子はだいたい9時ぐらいとか8時半ぐらいから来て2時までなんですけど、その長い子たちを先生たちみんなで見ていくのにこうシフト制になったりとか、働き方がちょっと変わってくるかなっていうところで、今までは3歳児以上の園児を預かっていました。来年からは0歳児から2歳児が加わります。子どもたち、職員、保護者、そして地域の人たちにとって新しい生活と習慣が始まります。もう子どもたち生まれた時から自分の気持ちをこう伝えようとしているのがすごくわかるので、もうその子どもたち一人一人に合った援助の仕方だったり、子どもたちの気持ちを汲み取れるような保育を
していきたいと思っているのと、あとはやっぱり保護者の人と一緒になって子どもたちの成長を見守っていけるような保育士にでいたいなとは思います。遠藤忍さんも保育士としてパドマ幼稚園に勤務しています。自身も3人の子育てをしながら幼稚園に通う園児との応対をしています。この日はロディと呼ばれる馬をモチーフにしたおもちゃで遊ぶ子どもたち。ロディは楽しく遊ぶことで早期の段階から平衡感や力の調節など体に有益な経験をさせることができるおもちゃとのことです。子どもだけじゃなく先生もお家の人たちもみんなが楽しい、もうここにいてハッピーって思えるような場所になりたい。で、幼稚園だけじゃなく地域の人たちだったり、こうもういろんな人を巻き込んで、こうみんなで子どもたちを見守っていけるような園にしたいなっては思います。来年4月を目指して工事が進むパドマ幼稚園の新しい園舎。園庭には池や水路が設置され、そこで何を育てるのか、子どもたちがどの生き物に命の重さを感じるのか、どうしたら地域の人たちの憩いの場になるのか、思いと夢が広がります。幼稚園がある場所が自然がない場所なので、子どもたちが自然の中で遊べるような環境と、あとは地域の人たちが集まってきてみんなで子育てができる場所になるといいなと思ってます。変わっていく園舎で変わらない思い。職員も保護者も地域の人もいつも優しく微笑んで子どもたちを見守り励ましています。優しく素直な心を持って毎日を過ごしていきましょう。そしてみんなと仲良く光り輝く毎日を送ってくださいとの思いが新しい園舎にもきっと流れていくはずです。